ようございます。もうこんばんはかな。こんばんは、こんにちは。あれ、入ってきた。あ、皆さん見に来てくださってありがとうございます。ちょちょちょよかったです。はい、ちょっとライブタグつける忘れてたので失礼します。半年のお礼、よし、これだけかな。テロップかな。半お昼ごめから半年、皆さんありがとうございます。いつもあれ、あ、消えた。待って、ごめんね。お昼ごから半年、いつもありがとうございます。これ出てきたか、よしはい、こんにちは。まず今日は私たち9期生が夜名倉じゃないの、名倉も待たしたいと思うのでぜひ見てくださいね。今日はお披露目から半年に9期生がなりました。皆さんいつも温かい配信をありがとう。あ、間違えた、温かい配信じゃない間違えた、温かい応援をありがとうございます。ですね、見てください、皆さんに私がメッセージを書きました。皆さんいつも温かい応援をありがとうございます。ちょっとね、今書いてここに貼り付けたいな。ちょっとここは今レッスン上の壁なので貼れないのでこんな感じはい、私からの皆さんへのお手紙です。受け取ってくださいはい、そうなんですよ。今日からちょうど私たちが皆さんと初めてお会いしたのが12月の19日、今日からちょうどぴったりが経ちました。6ヶ月です6ヶ月記念温かい配信には間違いないありがとうそう、でも本当にあっという間で、なんかね、もうなんか新幹線っていうか、もう何、飛行機みたいに早いぐらい過ぎ去っていって、もう今日が半年かみたいな。でもその6ヶ月前は本当に緊張したんですよ。もうね、多分今ぐらいの時間じゃないかな、もうちょっと前、なんかでもちょうど公演が終わった後に、その公演が終わった後にお披露目をさせていただいて、はい、夢中ライム公演さんの時ですね、に、そうなんですよ、私たち9期生がこうやって走ってきて、皆さんこんにちは、私たち NMB48 の9期研究生ですって言ったんですよ。もうね、もうめっちゃ心臓が飛び出るかと思いましたそう、でも本当に嬉しくて、なんかこう、そのシアター劇場に立つのも初めてで、もうこんな見え方なんだって思ったり、そうして、皆さんとファンの方の皆さんとも初めてお顔を合わせて、きっとまだね、誰が誰とかね、全然わかんない状態だったと思うんですけど、温かく見守ってくださったおかげで、今私たちはこのね、ここにいることができています。本当にありがとうございます。はい、そうです。もうなんだろうな、でもこの半年の間に世代交代前夜公演があったり、その1月1日には9期生の特別公演があったり、それから5月2日と3日では夏のね、あ、間違えた間違えた、んあれ春かな、春のライブがあったり、たくさんのところに参加させていただいて、もう嬉しいです、とっても。はい、はい、お礼が言いたくてちょっと急遽配信させていただきました。初姉妹同期はびっくりした記憶。本当ですか、
そうですね、本当に私たちもどんな反応してくださるんだろうと思ってめっちゃドキドキしてました。皆さんにもうすごいってなんかそう姉妹びっくりってなってくれるのかなみたいな、おお姉妹かーってなるのかなって思ったりしたんですけどね。はい、そうです、そうですね、そうなんですよ。このねちょうどだから19日の6日後、25日だからちょうど1週間後ぐらいにね、9期生は初めての YNN さんに登場させていただいて、渋谷渚さんのブレイキングナインにね登場して、はい、そこで初めて犬のモノマネ喜怒哀楽をしたり、盛りだくさんでしたね。楽しかったです。なんかこんな密度の恋半年あるのって正直思うぐらいそうなんですよ、はい、記念日です。私と皆さんの記念日ですはい、すぐ泣いちゃいそうな子でしたね。そうなんです、もう言い方すぐ許しちゃうから。もうそれで、あのね今日はね聞きたいことがあって、皆さんが初めてユカタンを見た時と今のユカタンの印象ってどう変わったか聞きたいです。どう変わりましたか。はい、渚さんの YouTube にも出演させていただきました。もうめっちゃ嬉しかったです。初めて渚さん見た時はもう渚さんやってなりました。もうメンバーの皆さんと見た時もすごいめっちゃキラキラしてると思って、もう震えが止まらなかったです。全然変わんないかないい意味で変わらないよ、本当変わってない。髪型とっても可愛い、ありがとう。変わってません、変わってないか、ほんまに初めから星だった割と変わらんな。あ、ほんまに変わらへんねや。こんな感じの子って思ってました。嬉しいな、なんかでも長くなりそうやからもう目に返信するわ。ありがとう、待ってるね、嬉しい。あんまり変わってないかも。皆さんいい意味で変わってないって言ってくださってるめっちゃ可愛かったよ、本当ありがとう。服がトマトやんってなりますそうです、トマトです、大好きなトマトです。体幹が強くなってる。あー本当強くなってますか、嬉しい。それは嬉しいな。確かになんかね、あきら先生からずっとピルエット、あのねこんなチューンってあの片足立ちで回るんですけど、それをねたくさんたくさん鍛えられて確かに強くなったかもしれないです。もうこれもいろんな方のおかげですね、本当にはじめから今でもずっと可愛いしいい笑顔です。嬉しい、ありがとう、ニコニコ。じゃあこれからもゆかたんずっと笑顔でいます。にーニコニコに一番キラキラしているのは妹ちゃんだよ。本当ありがとう、嬉しいな、キラキラしてるなんて嬉しい。お日様キラキラ、なんか懐かしいな。なんか私ね昔なんかマイリトルポニーやったかな、なんかそんなアニメが好きで、なんかそのユニコーンが歌ってた歌を一生歌ってました。ずっとお日様キラキラテントウムシおはようみたいな下から覗いてバーみたいなやつをずっと歌ってました。今思い出しました。前はおとなしい子、今は犬の子本当ですか。おとなしいイメージもあったんや。そうなんや、嬉しいな。あ、嬉しい、今は犬の子、犬ワンおとなしかったんや。そうなんや。確かにでもねお披露目の時ほんまに緊張しすぎてずっと肩上がってなんかみたいな感じでしたゆかたんはいい意味で本当そのまんま、そのまんま。なんかあのでもね確かにもう半年、そうやな、でも2年ぐらい経ったらもしかしたらちょっと変わってくるかもしれないですね。嬉しいな、いい目でそのままとは。嬉しいお言葉ありがとうございます。公演中に自信ついてきたのか表情に余裕ができてきてると思う。表情に余裕、すごい、初めて、嬉しいです。なんか余裕ができてるんや。なんか確かにでも初日はなんか緊張しすぎてカクカクみたいななってたかもしれないです。なんか
一番工夫したのはわがままな流れ星とかですかね。相方のレイポンちゃんがめっちゃ、あ、ポンちゃんですね、はい、おなじみのポンちゃん、そう、公園で前ね、なんか青原ゆかちゃんがなんか癒やしいとか言ってくれて、もうゆかちゃん上からハートしてましたよ。ポンちゃん大好きって言ってもう皆さん、あの、そうなんですよ、ファンの一員になってました。ポンちゃんファンってめっちゃ嬉しかった。そうなんですよ、そう、それ、あ、ちょっと話がずれたんですけど、そう、わがままな流れ星、もう本当にね、表情が多彩で、そう、だからゆかたんも頑張らななって思ってずっと研究したりして、そうなんですね、ちょっとだけずつですが、もしかしたら変わってきたのかもしれないです。嬉しいです、ありがとうございます。これからももっと研究頑張ります。笑顔可愛すぎるから、嬉しい、ありがとう。笑顔可愛い、にもう絶対笑顔でおろかな、そんな言ってくれたら嬉しすぎるわ、ゆかたありがとう。緊張が解けてきたぐらいかな確かに、でもね、そう、本当にでもこれはあると思う、なんかほんまに緊張してて、そうやな、日に日に皆さんとの距離が近くなってる気がするはい、今のは物理的に近くなっちゃいました変わらず可愛い、ありがとう、嬉しいな。これからも可愛い浴衣見ててください、ありがとう。こんばんは、こんばんは。最初から今も不思議ちゃん感は変わらない確かに、でもね、キャッチフレーズがキラララランの時点でもう結構不思議ちゃんかもしれないですね。皆さん多分初めてキラララランって聞いた時びっくりしたんじゃないですか、きっと。まだ早い質問かもね。そうですね、もうちょっと後で撮ってみたらよかったかな。でもちょっとね、皆さんに聞いてみたくて、そう、なんか記念日やからちょっと早かったかなでもちょっと教えてくれたら嬉しいです。でもね、確かに3年後とかになったら大人っぽくなったとか言われるんですかね、ちょっとお姉さんになったとか最初はパニックってたけど、最近はしっかりしてきたよ。ほんまに？最初パニックってた？確かに、でも、もうね、右も左もあわあわしてましたね。もう髪手はけて言われたらもう、え、どっち髪手どっち？みたいな。あ、左かーみたいな感じでした。そうですね、もう、でも、本当に、もう休憩生にもたか、かわいいなんて、もう、とっても、とっても、とっても嬉しい。あはー。幸せだ、一段と可愛さが増した。ほんまに可愛さ増した？嬉しい。そうですね、ゆかたんもあのいつかね、もうモナリザみたいな綺麗な人になりたいですねこんな感じ。ゆかたん、ゆかちゃん自身はどこが変わったと思う？そうやな、私はでも変わったところって言ったらなんやろ、でもなんか一番は、なんやろな、 NMB っていうところに、この居場所にとっても大好きになりました。ん？日本語がおかしかったね。 NMB っていう場所が大好きになりました。お披露目の時から今にかけて半年間で、もうこんぐらい大好きやったんが、今はもうこんなぐらい大好きです溢れてます。でもきっとね、これからもうね、5年10年といたらもうこんな、こんなぐらいになるんでしょうね、多分。抱えきれないよーみたいなはい、なんかもう先輩メンバーさんも優しいし、なんか同期もほんまに大好きやし、なんかスタッフさんもみんなほんまに優しいし、あれ、なんか服、あ、服じゃないわ、なんかコメント消えちゃった、あ、すいません、ごめんなさい、あれあれ、褒めたな、あ、消えちゃってる、ちょっと待って、そう、大好きになりました。え、待って、消えてる消えてる、なんで、あれ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 、ちょっとごめんなさいね、ちょっと今コメント読めてなかったらごめんなさい、なんか多分時間経って消えちゃったかも、ごめんなさい。そうで、ゆかたんはもう大好きになりました。すごいスピードで消えてる、ちょっと待って、なんでなんでなんでって読みたいのに、ちょっと待って待って、バグですかこれは？そうそうそう、ちょっと、あ、ちょっと、あ
読みますね。ちょっと待って待って待って、困る困る、あれコマ消えちゃった、あれワンちゃんから、あ、ちょっと待って、読もうとしたところは全部消えちゃった。待って、見た目も心もアイドルって感じ、明るくて素敵、ありがとう、嬉しい、とっても嬉しいです、幸せだ、ほんまにめっちゃなんか、待って、待って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 、ちょっと読むの遅かったかな、あれ、ありがとうございます、これからもてっぺん目指して頑張ります、アイドルの肩上がってたよね、ガチガチやって、嘘ですよ、もうあのね、これマイクやとしたら、うん、はい、9期生のゆかたんことあばらゆかです、こんな感じでしたゆかちゃん大人っぽくなりたいですか、なりたいです、お姉さんになりたいですゆかたんはそのまんまでいて、ほんまにこのままでもいい、嬉しいな、このままでもいててくれるの、ありがとう。わかたんの作ったあのケーキどうした、ゆかたんのお腹の中に入りました、綺麗に全部、もうひとかけらも残さずに全部食べちゃいました、美味しかったです、こんばんは目指せ黄金センター、そうです、目指せセンター行くぜ、そうここのね公園のところね、すごい気合入ってるんですよ、もう心のお腹の底から叫ぶぜみたいな、もセンター行くぜって感じですはい、急な大声すみません、でも本番もっと大きい声出します、そうですね、もうそうだから皆さんちょっと今度注目して聞いてみてください、ゆかたんのカツ入ってます、最初のショールームからも変わあれ聞いちゃった、変わってないよね、本当、もう初めはね焦っちゃって犬になりたいって言っちゃいましたポンポンいい子、メモメモ、そうですよ、メモメモ、皆さんメモメモしてくださいね、ポンちゃん、こよりんとゆかたんの新目、2人ともスタイルよくて映える、嬉しい、ほんまに、でもこよりんほんまにスタイルいいですよね、そう、もうなんか近くで見てて綺麗やな、こよりん思わず言っちゃいますトマト T シャツ、トマト T シャツです、こんばんは、すごい、一回マジな顔して、マジな顔ですか、喧嘩ですか、マジって、マジスカ学園のマジですか、ちょっとグレユカタンですか、いいですよちょっとどうしよう、今やったのに全然怖くなかった、画面の中の自分がいやマジマジスカちょっとこれはダメですね、研究します、マジな顔はい、あり、こんばんは、こんばんは、初見さんいらっしゃいです、キキ研究生ゆかたんこと青葉ゆかです、新州公園で何倍踊ってたの見ました、嬉しい、ありがとうございます、見てくださったんですね、1月1日ですね、そうなんですよ、とっても楽しかった、またいつか何倍できる時があったらしたいですわがままな流れ星のラスト毎回不思議ちゃんや、わかったん、困ってる時あるね、そうですあのそうなんですよ、最近気づいたんですけど、私たちがはけて終わったら、あのこっちの反対側手からもうなんかあの後半の MC 組の子たちがなんかね、前だったらブンブンとか言いながら入ってきてて、めっちゃ可愛かったです、みんないつもあの復唱してるんですね、かわいいめっちゃかわいかった、素直にかわいいって出ました最初から癒しです、あ、嬉しい、ありがとう、癒しポカ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 、仕事終わった、間に合った、お疲れ様、お仕事来てくれてありがとう、会えて嬉しい、ゆかたんがいっちゃんかわいいよ、嬉しい、私も皆さんのことがいっちゃん大好きです、大好きですこれ大事だからもう一回言います、大好きです、伝わりましたか、
うん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 、伝わった？大好き伝わったかな？あれ、また飛んじゃった。かわいいゆかたんです。泣かないで、ごめんね。ありがとう。ちょっとめっちゃさ、あれだね、一コメントにあれかな、ちょっとごめんなさいね、あの飛んじゃった方申し訳ないです。また書いてください。愛の愛の愛の何メッセージ待ってます。スクショしたら、確かにスクショいいですね。スクショしよう。え、スクショ、スクショボタンをちょっとこれ挟んでるから、またあの後で見れるんかな、見ます、終わってから。喜怒哀楽の今どれ、今はうーです。なんか嬉しいような、ちょっと大変なようなね、コメントが流れて悲しいです。でも皆さんのことが大好きなので、大好きのワンです。ワン。そんな中15分経過、魔法いろいろかかってんな、キラララ。そうだね、もう15分かかった、たったの早いね。そのガチガチ浴衣を2列目から見てたよ。そうなの、すごい嬉しい、わーい。そう、もう嬉しいな、そうやってあの初めから押してくださってる方が今もいらっしゃると、とても嬉しいですね。時差ですね、いっぱい。センター取りましょう、頑張ります。浴衣負けません、負けるな、心配で浴衣負けるなって言ってたけど、素敵に成長できます、できてますよ。もうなんか保護者のような安心感があります。ありがとうございます。わかった、配信見てたら壁叩いて。わかった、今いないんですよ。今いないの、ごめんね。ゆかたんの何倍に号泣した思い出がついこの間のようです。号泣してくれた、ありがとう、嬉しい。もうその涙受け止めたい。ありがとう。劇場に入ってくるとき、まだ9期生は大きな声出してるの？ん？どういうこと？劇場に入ってくるとき9期生大きな声？あ、舞台に向かって大きな声で挨拶ですか？してます。あのお姉ちゃんが舞台に向かって、よろしくお願いしますって言って、みんなでよろしくお願いしますって大きい声で言ってます。トマトの服1個ちょうだい、あげる、あーん、履く、おいしい。こんばんは。お姉ちゃんも応援してるけど、ゆかたんも一緒で OK。 ほんと？ありがとう。ゆかたんもあの応援よろしくお願いします、大好きです。あれ待って、なんかちょっと待ってね。加入してすぐに配信できるだけすごいと思う。ありがとうございます、優しい。トマト嫌いなんですけど、ゆかちゃん推しになっていいですか？じゃあゆかたん好きになったら、きっとトマトも好きになりますよ。キラララランの魔法で、きっとレオちゃんや好きになっちゃいますよ。こんばんは。この間最後列で見てましたが、タンポポの決心のゆかたの表情が好きで引きつけられました。本当ありがとうございます、嬉しいな。ありがとうございます。あのタンポポの決心は本当に皆さんにいつもありがとうを届けるつもりで歌っています。そうなんですよ、最近声にキャラ崩壊してね、声よりもともとあんな感じですよ多分ね。ちょっとだけあの巣が出てきたんですよ、旦那。でもあの巣が私好きなんですよ、コイリンのあのちょっと面白いところが大好きです。だからよくねコイリンとあのちょっとコイリンの前で変なことしたら突っ込んでくれます、コイリン。ゆかた何してんの、かわちかわち、ありがとう。ヤンキーゆかた、ヤンキーゆかたです。むちゃくちゃ下手、ほんまに。ヤンキーゆかた下手やった。ヤンキーゆかたどんな感じにすんだよな、ちょっと難しいですね。研究しないと。怖くないよ、怖くないの。頑張ってください。公園の格好ゆかたん時がマジな顔、
かっこいい浴衣の時のがマジな顔。あ、カモネギとかですか。あ、違うな、命のへそかな。命のへそあれ多分ね、入り込んだらあの顔マジになりますね。ちょっと怖くなかったです。あれなんでやろあかん、なんか顔見るたびにちょっと面白いかも。ちょっと研究しよう次のショールームではできるように似合います。浴衣は激辛キャラ、激辛似合いそうやな。そうなんです、浴衣激辛大好きです。あのだからね、YNN さんのやつはちょっと辛かったんですけどね、実は麻婆豆腐食べれたんですよ、あの後に食べたんですけど美味しくて、やっぱあのアラビアータが辛かったですそうなんですよ。マジスカユカタン出たら名前ワンよな。ワンだワンになっちゃう。ちょっと怖くなさそうじゃない、ワンって。マジな顔はユミさんに狙おうそうですね、ユミさん教えてくださいって。ユミさんうまいですね。 TikTok であの着てませんでした、服、あのこんな名前入ったあのかっこいいやつ、学ランみたいな。浴衣女優への道、女優への道塩太陽の練習する。塩太陽の練習、え、皆さんに塩太陽しちゃっていいんですか。浴衣しちゃうよ、しちゃうよ塩太陽もうみんなのこと知らないよ。何呼んだ、呼んでないよね。これ塩太陽かなあ、怒った犬が怖い。あ、これマジかこれがマジの顔か。なるほど、わかりました、理解理解いちごかと思ってたトマトでした。トマトです、見て、トマト、トマトですこんばんは、結婚してください、結婚してください。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、考えとくねこれが塩太陽ですか。流れ星のアウトロ漫才を後半メンバーが引っ張ってくるね。そうですそうです、めっちゃ面白いですね。もうあの時いつもね、あのはけてるからね、見れないんですよ、ちょうどから嬉しいな前見れて感動でした、嬉しかったです。前の入場する時めっちゃ可愛かったです。すごい叫んでる西山かな面白いすごい、え、今配信してますか、すごい西山の声が今日の青原家の晩御飯教えてください。今日の青原家の晩御飯はジュ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 バーン、そうめんです。そうめんはチュルチュルして美味しいです。浴衣いくらでも食べれちゃいますチュッ、わかたの次に大好きです。次に大好きなの、次に大好きなの次に大好きなの、泣いちゃう、言うこと一番になれるように頑張ります愛のメッセージ待ってます。好き結婚、好き結婚、え、クマのタワー本当に、あれ、あ、じゃあ一旦ギフトさんを読んでいきますね。トッキーさん、お花ありがとうございます。おっとっとっと、クニさん、かわいい、ありがとうございます。ちくわドーナツさん、ハートありがとうございます。マーボさん、ハートありがとうございます、ありがとう。マルルさん、オープンありがとうございます。ララララララ、ドミソ富士さん、オープンありがとうございます。カエルの歌が、マーボ、マーボかわいい、ありがとうございます、ありがとう。わあ、トッキーさん、わあ、クマさん、ありがとうございます。すごい、初めてのあのクマさんだ。わあ、すごい嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。幸せな方、クマさんポーズします。うーん、ありがとう。
ありがとうございます。くんにさん、お手紙ありがとうございます。ゆかたんからのお手紙です。受け取ってください。はくりーさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、かわいい、なんて嬉しい、照れちゃう、ゆかたん。くにさん、ラッパありがとうございます。パラララッラー、ラッパは吹けません、ゆかたん。リコーダーは吹けます。炭酸せんべいさん、流れ星ありがとうございます。わがままな流れ星。ヒロニコニコマークさん、ハートありがとうございます。今は風船を膨らましてハートになっちゃいました。コウゾウさん、音符ありがとうございます。何の歌にしようかな。いいかなくちゃグリーファンさん、流れ星ありがとうございます。偶然に流れ星。ヒロくん、流れ星ありがとうございます。私の願いを叶えて。ちくわドーナツさん、アイスクリームありがとうございます。ソフトクリームどう食べる。パクおいしい。いっちーさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、てれちゃう。ジャパンまえさん、ハートありがとうございます。ハートはあれ休めない。チャカチャカチャカチャチャ。さすがに飽きた夏休みは嬉しいな。ありがとうございます。あ、これさ、あれだ、なんでやろうと思ったらさ、あのなんかさ、コメントだけの方を読んでたんや、ごめんね。わー、マーボさん、お城ありがとうございます。マーボありがとう。お城、ゆかたんはこのお城のお姫様になれるように頑張ります。頑張っちゃうぞありがとう、嬉しい、ありがとうございます。本当にもう嬉しい。こっちが皆さんにお礼を配信してるのに、もうありがとうございます。もう本当にいつも皆様ありがとうございます。はい、お姫様になれるようになんか歌歌おうかな。でも、あ、イヤホン忘れたわ。あらまあ、やっちゃった。また歌歌うね。ありがとう鼻歌がうまい鼻歌、あ、ふんふんふんって感じが鼻歌か鼻の息で歌うたいと思ったお、猫が歌ってる、かわいい。あーちゃん、猫ちゃんありがとうございます。にゃ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 うにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃにゃにゃ。懐かしい、久々に歌った。あのね、この歌ね、妖怪ウォッチな、あののニャー KB っていう、 AKB がニャー KB になったっていうコンセプトだったんですけど、めっちゃ好きでした、この歌時差凄まじい、ごめんね。今からちょっと頑張りますね。戻し、あのハイスピードでいきます。ありがとうございます。2週も配信した。あ、そうなんや、半年記念に。あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。西山のショールームにもゆかたの声少し聞こえた。ほんまに、じゃあさ、ちょっとさ、やったら聞こえるかな。ちょっとあれかな、あー聞こえたかなこんばんは、こんばんは。主張の強い T シャツありがとうございます。はい、トマトアイアピール、大好きな T シャツです、これ。ちょちょ、こんばんは、超絶かわいいえ、なんて、超絶かわいい、ゆかたん、え、ゆかたんって言った、ありがとうあれだありがとう。こんばんは皆さん、にゃきえびゆかたんがマイティさんの知恵を余裕で超えたな。マイティさんですか、え、本当ですか、え、わーお、なんてこったマイティさんの笑顔が好きです、ゆかたんは。めっちゃ優しいです、本当に。
ニャーキービー、ニャーキービー皆さん知ってますか？ニャーキービー懐かしい。あ、知ってた。そう、めっちゃね、あのお家で真似してたんですよ。妖怪ウォッチの大ファンでね、あのゲームも持ってるんですよ。こんばんは、こんばんは。オレッチ青原姉妹大好きだにゃん、嬉しいにゃん、ありがとうにゃん、これからも大好きでいてにゃん。よかったよかったん。みんな叫んでくれてる、ありがとう。急にコメント1早くなった。あ、本当？そう、なんか、あ、早くなった、よかった。人類みんなよかったんだったら世界良くなるのにな。それやったらあれですよ、隣見てもワン言ってますよ、ワンとか言って。あ、ちょっとここの問題聞いてもいい、ワン。ユカタン大パニックですね、これは。0048知ってますか？ユカタン0048大好きですよ。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。ちょっとさ、これさ、あのイヤホン忘れちゃったから音どうかな。ちくわドーナツさん、ハートありがとうございます。ハート、ハート、ハート。あ、ありがとう。こうぞうさん、ハートありがとうございます。ハート。今日お出かけしたらおパンチウサギのグッズたくさんあった。あー、よかった、もう見たかった、おパンチ大好き。え、コメントいっぱい飛んじゃった？あ、ごめんなさいね。皆さん、あの、嬉しいコメントをたくさんしてくださったのに申し訳ない。あの、今度また教えてください、ごめんなさい。ちょっと、レッポのところ行ってきた。あれ？レッポのところ行ってきたの？ポンちゃん配信してるの？愛してるポンちゃん、聞こえたかな。ジバニャンが好き、ジバニャン好き、私も好き、ジバニャン一緒だね、好み。ワンだけで会話できるなんて素敵。そうだね、ポジティブに捉えたらそうかも。ありがとう、ポジティブなお考えを、嬉しい、ね、よかったら皆さんのお隣に行きたいです。どうしたのみたいな。初日大好き、はい大好きです。もうすぐ誕生日なんやね。そうなんです、よかったらもうちょっとで誕生日なんです。あ、もう1ヶ月切っちゃったんですよ。もうあっという間すぎて、あの、びっくりです。私ももう誕生日かみたいな。前15歳になったばっかりじゃなかったっけとか思ってね、本当に早いですね1年って。そう、今年の誕生日プレゼント何にしようかなってずっと考えてて、でも個人的にはなんか、何が欲しいかな、なんかお母さんに、いつもお父さんとお母さんとねもらうんですよ。何もらおうかな今年、何がいいよ。なんか 毎年何がいいって聞かれたら分かんなくなっちゃうから、なんかフルーツ食べてます。美味しいのかフルーツ。幸せなケーキとかね。そうなんですよ。ハクリンさん、流れ星ありがとうございます。ありがとう。キラキラ光るお空の星よ。マーボさん、マーボハートありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとう。初めて見たのが4月3日、可愛くて表情豊かで完成されていた。どこまで登っていくのか楽しみです。嬉しい、ありがとうございます。すごい。じゃあ、出会って2ヶ月ですね。ありがとう、嬉しいな。これからももっと長い時間をゆかたんと共にしてください。一緒に、あの、毎日大好きを伝え合いましょう。嬉しいな。でも表現力豊かとか言ってくださるのはとても嬉しいです。まだまだ頑張ります、登ります、あの、日本一になります。はい、なんかね、そうなんですよ。3人ともすごくね賑やかでいいですね。トッキーさん、音符ありがとうございます。ラララララドミソ。あー、そうですね。ゆかたん、こんばんは、こんばんは、ゆかたんです。
ひろにこにこマークさん、ハートありがとうございます。嬉しい。お、あー、 AI リズさん、ミラーボールありがとうございます。ダンシングハイ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 になって嬉しい。しかたダンシングハイになっちゃいます、ミラーボールこんばんは、こんばんは。トマト姫ですか？はい、トマト姫です。あなたの姫様にしてください。レイプも愛してるって言ってたよ。今ですか？うわー、ポンちゃん大好きだよ。じゃあ今年は1個2万円の卵頼む。本当にありがとう。一緒に食べよう、マンゴー。ちょっとヨガダにも分けてください、マンゴー。本当にあのね、あ、ミラーボール、ダンシングハイ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 になっていい。ダンシングハイのユミさんがね、私大好きです。本当に頑張ってください、頑張ります。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、ゆかたんです。ひろくん、ランドセルじゃないや、トランペットありがとう。ふーるるるるる、ふーるるるるる。なんか雰囲気パッと明るくなったね。本当に嬉しいな、よかった。そう、なんかね、本当にずっとハイテンションなんですよもうね、友達からね、なんかゆかちゃんそんなずっとハイテンションなんて言われるぐらいずっとハイテンションなんですよ。だからもしかしたら、あのハイテンションが普通のテンションなのかもしれないです今夜は夜明け配信で好きな、今度は夜明け配信で好きなアイスやお菓子を教えてほしい。あ、いいですね。おし、あの皆さん、ゆかたんの好きなアイスとかいいですか、言っちゃって嬉しいなお疲れ様です。これからお見送りの時は大好きって伝えに行きます。え、ほんと？じゃあゆかたんね、あの皆さんの大好きの10倍ぐらいでっかい声で大好きって言っちゃいますよあの大好き、どっちが大好き強いか対決しましょう。こんばんは、こんばんはあ、マーバさん、ミラボールありがとう。マーバありがとう。ライゴロウさん、だるまさん、ありがとうございます。だるま、よかったらだるまの真似しようかな。慣れてるだるまありがとうございます。こんばんはゆかたん、寄ってないよね。寄ってないです、寄ってないです普段からこれですはい、そうなんですよ、よかったね、あの、そうなんですよ、練習ちょっと先まで練習してましたね。これからもっと頑張らないと。頑張ります。実はこっちの隣がピンクの壁なんですけど、今日はちょっとイメージ変えて白壁でしてみました。すごい、何してんのみんなみんなお待たせって言ってます。なんか歌いたいな。さすがに待ってました、待ってました、新学期、あなたは黒く日に焼けてるかな。待ってました、待ってました、会いたくてカレンダーの印、指折り数えた、ハートは休めない。懐かしい。お芝居してんのかなすごい。和幸さん、ペンライトありがとうございます。フリフリ、仕事終わりの配信癒されるね。お疲れ様です。ゆかたんは何声をまたぎしたい？そうですね、またぎか、何声にしたいやろ。いやでもなんかどれも良さが詰まりすぎて、ゆかた選べないですね。ちょっとどれもいいですね。はい、え、なんか、なんかほんまにどれも好きです。え、なんかな、そう、なんかでも、え、なんかね、そうなんですよ、どれも好きやな。え、なんかユニット曲とかだと N さんは人魚のバカンスが好きで、 M さんやったらあの逆転王子様が好きで、 B2 さんやったら蜃気楼が好きです。はい、そうですね、なんかな、そう、ほんまにどの声もいいですね。はい、ゆかたん、どの声もまたいでみたいですまた言えるまでちょっと頑張ります。
大五郎さん、ハートありがとうございます。ありがとう。ドキドキ。食べ物遅れるなら劇場のケータリングで出張セルフすんで本当にありがとう。じゃあちょっとラーメン食べようかな。セーター T シャツはどんな感じですか？そうだね、まだ決まってないです。どんな感じがいいかな、ちょっとお悩み中ですが、皆さんお楽しみにしといてくださいね。また出たらその時はお知らせします。皆さんに浴衣のセーター T シャツがついに決まりました。はい。どんな感じにしようかな。浴衣もいたって普通です。はい、普通です。大好き、私も大好きです。浴衣の流れ星大好き、本当に嬉しい、ありがとうございます。偶然に流れ星千載一遇チャンスだ、これそうじゃないよねも好きですね。ここのね、それでもなぜか人はみんなで、皆さんと目が合うのがめっちゃ好きです。もう皆さんと目合って、あー合っちゃった合っちゃった合っちゃったってはい、ここは最近ウィンって決めてます。そうじゃないよねってやってます。皆さんチェックしてみてください。こんばんは。大好き対決1対2万ぐらいだけど大丈夫？え？ゆかたんがもちろん2万ですよね。皆さんより皆さんへの愛はゆかたんが一番大きいぞ。皆さん大好きです本当に。 DD だけど押しても大丈夫？大丈夫です。ゆかたんのことを押してくださるのが本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。あれ一気に飛んじゃった。あれどうして、あれあれ飛んじゃった。あれなんか上に行ったり下に行ったり上に行ったり、ちょっとバグが起きてますね。つぼみたち見てたら島や感じる。あ、ほんと？足と涙を流しかな。そうですね、ここはいつもお姉ちゃんと見つめ合ったり、途中でこうやって踊ってるんですけど、そこはずっとお姉ちゃんと見つめ合いながらニコニコします。お姉ちゃんお姉ちゃんって感じです。今着てるのがセーター T シャツではなく、うん、こんなセーター T シャツ素敵ですね。憧れちゃいますね、いい方。めっちゃ可愛い、ほんまに。トマト大好き。白林さん、ありがとうございます。トランペットか。トランペットありがとうございます。浴衣型ウイルスに感染したい。もっと感染しちゃってください。でも風邪にだけは気をつけてください。そうね。そうなんですよ、今ちょっと暑くなってきたから、夏風邪夏風邪ひいちゃいそうやから、皆さん気をつけて、クーラーかけても、お腹にお布団かけて寝てくださいね。そう、ゆかたんいい声してるね、本当にありがとうございます。嬉しい。流れ星のリボンが落ちた声があったが焦った。見てくださってましたか。そうですね、リボンが浴衣の魔法で飛んじゃいましたね、ピョンって。でもそれも浴衣の魔法なんでね、全然焦ってないですよ。あ、浴衣の魔法かかっちゃったって思って。はい、その後に浴衣ブルー参上って言ってね、レイポンピック参上って言ってました。わがままな今の願いは？わがままな今の願い？わがままかもしれないけど、私の願いはトップアイドルになることです。はい、わがままのお願いですが、願いです、願い事です。劇場で見たウィンク可愛すぎた、ありがとう、嬉しいな。チラチラ。じゃあそろそろ終わろうかな。俺ら逆に1でいいの？あれですか、大好き対決ですか？
いや、皆さんには10万ぐらい大好きでいてほしいですでも皆さんが10万だったらよかったら100万好きですよ。こんばんは。ゆかのことも分かってほしい。はい、ゆかの魅力を分かってほしいライゴロさん、ハートありがとうございます。3つのハートパワー。一回カメラの方マジな顔でガン見してください。今ですか？マジになりました。じゃあそろそろランキングを読んでいきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、あの結構長い間、あ、めめちゃん嬉しいこと書いてくださってる。僕の中ではトップだよ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。本当に大好き。100万、私も100万です。今ゆかたんからいっぱいの愛をいただきました。これから何本あってもいいですからねありがとうございます。これからじゃあもっと皆さんに愛を届きます。じゃあ読んでいきます。13位はトモタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして12位はケンケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして11位はヒロニコニコマークさん、ありがとうございます。ニコニコ。10位、コウゾウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。あ、あれ、おお、はい、あれ、おお、あれ、待って、なんかあれ、ランキング。9位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。あむ、おいしい。8位ひろくんさん、ありがとうございます。キラキラ。7位富士さん、ありがとうございます。ありがとう。6位ライゴロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位あーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。4位ハクリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして3位はくにゆかたんかみおじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はマーボー、ありがとうございます。ありがとうそして1位はトッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あむ、ハート食べちゃったはい、今日は本当にありがとうございました。あれありがとう、本当にありがとう。はい、あの本当に皆さんの温かい応援のおかげで今ここに私はいることができています。これからもよろしくお願いします。1年、あと半年経ったら1年経ちますが、その時も笑顔で元気で、そして3年後も5年後も10年後も笑顔で元気な言い方でよろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。お礼配信でした。以上です。ありがとう、大好きですバイバイ。